未来の王者は俺が決める。ヒットマン岸本敦。学生時代ボクシングに励み国体2位まで行った強打の持ち主。まあ、もともとその総合格闘技っていうのは興味はあったんですけど、で、あの芦田が同級生なんですね。で、先にプロに行ってバリバリやってたんで、まあ、その試合見てやりたいっていうのもありましたし、 MMA に転向後も実績通りのパンチを生かして KO を連発。昨年12月にはクラシエーターライト級王者キ・ウォンビンをパンチで秒殺。タックル来た時に合わせる練習は普段からやってるんで、まあ、それが自然に出ました。全部 KO です。パンチしかないです。対するは福祉の闘争心、上田豊。昨年1月、約5年ぶりに MMA に復帰。バットムントに判定勝利、飯田盾夫に秒殺勝利すると、12月には念願のタイトルマッチに挑戦。絶対王者山本に対して臆することなく打ち合い、気持ちの強さを見せた。まあ、作戦決めていったのをちょっと変えれなかった。もう全局面でしっかり勝負できるような気持ちを作っていけたらなと思ってます。結構疲れそうな試合をやってました。強いパンチ持ってるのは知ってますけど、逆に言ってしまえば、まあ、パンチだけかなっていう気はしてますね。僕はまあバチバチに打ち合う試合が好きですね。できれば打ち合ってほしいですっていうことですね。ライト級の行方を占う一戦を制するのはグラチャン44クロスブレイブファイト22。チケット絶賛発売中。